安倍の生命は越智康成と大堀安房を召喚し戦わせる。二人の戦いは安成が勝利し、安成は己の魂を与えようとするが安房に阻止される。魔界少女剣は前田刑事と加藤団蔵を戦わせ刑事が勝利する。刑事は団蔵に海姫と風魔小太郎の関係を問いただすが、その最中かげろうが小豆洗いを襲い刑事を襲撃。その隙に団蔵は姿を消してしまう。光はかげろう、影花、朝比奈義秀と共に捕らえられた魔界少女剣参謀神楽坂トマキと現れ、己の正体を天草四郎であることを明かす。四郎は神楽坂を殺そうとするが平が結界を破り猛牛魔を召喚。朝比奈義秀と戦い始め、さらには平と四郎が呪術で交戦する。この戦いが団蔵の乱入もあり四郎が消え去ってしまい勝敗はつかなかった。平は戦いを傍観した生命に激しい怒りを浮かべ去ってゆく。生命は鶴姫を召喚し最後の試練の戦いを命じる。現れたのは父である大堀安望であった。鶴姫は村上武雄氏から伝授された海嵐で父を破る。そこに現れた末高草は安望に戦いを挑む。安望はかばおうとする鶴姫を退け、高房と一騎打ちで戦うが劣勢となる。父の危機に鶴姫が立ち上がり、さらには安成と安房も駆けつけ高房を排除するが、高房は一瞬の隙をつき安持に噛みつく。生命は四郎を攻め互いの撤退を持ちかけ、四郎はこれに応え撤退したのであった。高房に噛まれた安持は己の魂が黒魔術化することを恐れ自害する。一方四郎は高房に己の魂を与え魔界から消滅していくのであった。